紙でできてるんですが、名刺入れです。ご覧ください。中に、名刺入ってません。大丈夫です。おまじないをかけます。ダーマス、ダーマス、嘘つくダーマスって言うと、なんとここに名刺が入ってきます。もう一回やってみます。おまじないかけます。ダーマス、ダーマス、嘘つくダーマスって言うと、なんと名刺が消えます。もう一回やってみましょう。ダーマス、ダーマス、嘘つくダーマスって言うと、ここね、ほら、名刺が。だいたいわかりましたか。そうなんですね、これね、あの前とね、後ろとね、あの入れるところがあって、あのちゃんとあのこうね、後ろ側もこうってこう、ここ入るんですよね、入って、しかも、前にもここちゃんと入ります。これ何が一番難しいかっていうと、あのひっくり返す時です。ひっくり返す時、あのここでね、こうやってひっくり返したらね、バレちゃうんですよ。で、どうしたらいいかっていうと、まず右手の親指が上に来ます。で、このまま掴んだら、ここで一旦離す、横で離して持ってくる。ずるいですよね。ここで持って横に振って、おまじないかけて離して持つ。で、こんなね、単純なことなんですけれども、これで大体 87% の人が騙されます。で、もう一回この絵のおまじないかけて戻したとき、ここからですよ。みんなを騙したいときは、もう一度だけおまじないかけます。そうすると、なんとここであの現金が出てくる。おー、みんなが喜ぶんです。小物ですよ。